ビュルカウは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、クックスハーフェン・軍ザムトゲマインデラント・ハーデルン・に属す、町村である。オッテルンドルフのグラマイアー・シュタックの堤防が決壊して、4.5メートルの小規模な洪水が起こった、際の浸水地域この町は、軍庁所在地クックスハーフェンの東約20キロメートルに位置しており、高度はギリギリ海抜一下である。 修道 L144 号線沿いの列村ビュールカウは面積2323 23ヘクタール、人口約900人、長さは約11キロメートル、幅はわずか3キロメートルである。ビュールカウはニーダーザクセンで最も細長い町である。ビュールカウはニーダーエルベ地区の小宅地域に位置している。エルベ川の河口や北海に近いため、高潮が堤防を越えた場合、 最大海抜1メートルの潮域は広い部分が浸水被害を受ける危険性を有している。アウエカーは開墾前からの小川でノイハウス、ビュールカウ、バルクゼー地域で唯一の自然排水路である。その流域面積は約5000ヘクタールである。この川は全長約20キロメートルで蛇行しながらオッペルン、ビュールカウ、ケディングブルーフと流れ、 ノイハウスでオーステ川に注ぐ。ビュルカウ付近のハーデルナーウンガノイハウスビュルカウアー、ウンガ支流には以下の川がある。さらに、ハーデルナーウンガ及びノイハウスビュルカウアーウンガもビュルカウの排水に死しており、町の境界を成している。ビュルカウは1404年にブルカを、袋1680年にピルコウ、1702年にバイクラウと表記されている。 ボールコウという表記も知られている。これは英雄の僕、バルクに由来しており、アウエ川を渡る自然のと承地を意味している。中世世紀にゲイストインゼルの農民たちは、夏になると、小宅地の小川沿いで家畜を飼育した。1100年頃、ビングストのゲイスト農民たちがアウエプリール沿いに定住を始めた。彼らは洪水から守るために、ブルテンと呼ばれる。 小さな丘に家を建てた。1106年にブレーメン大司教フリードリヒ一世はオランダ人をこの土地に呼び寄せ組織的に商宅地を干拓した。彼らはアウエ川に排水するための水をや水路からなる工夫されたシステムを建設した。それぞれの農場は現在も約30フスの広さがある。1868年から1894年に 道路が整備充実されるまで、ボートやカヌが、雨季の最も重要な交通手段であった。このため、水路のすべての橋や水門は、少なくともサンフスサンツォルの幅が設けられた。ビュルカウは、騎士の近所であった、マルクバルト・アルフが、馬の支払いのために、ハイエケから建築された、1352年3月13日の文献に記録されている。 キルヒシュピール・ビュルカウ及びキルヒシュピール・オッペルン、ベルム、ビュルスドルフは西のランとハーデルン自由領と東のブレーメン、大主教領との境界上でアムトノイハウスを形成していたが時にはそれぞれ独自の方針を取った。ビュルカウ住民はハーデルン農民自治領との連携を何度も試みた。この自治領はザクセン・ラウエンブルクの貢献下にあったがブレーメンが許していたものより はるかに自由であった。ビュルカウ住民は、ケーリンゲン住民と協力して、オーステ川川口付近ベルム近郊に、ブレーメン人によって建設されたシュリックブルクと呼ばれる、城塞を取り壊した。もう一つの、現在のノイハウスに大司教夫2世が1404年に建設した防衛施設、ダットニシハスも、同じ運命をたどった。城塞が破壊された後、規制を上げる、 小宅地の住民に対して夫は、大捨て、川口域を脅かすような防壁を再び気づかないことを約束しなければならなかった。しかしその後、大司教、バルドウィン2世は、派遣拡大のため拠点として、アムトノイハウスという名称の上官を建設した。古い街道沿いのバルク湖畔に、ブレーメン司教の権力を強化する、連覇アブルク城がある。この城塞は、三方を、 バルク校及び連覇側によって守られている。この城塞は1286年に大司教、ギーゼルベルトが建設した。協力者の騎士エルプフォン・ルーネベルクとアウグスティン・フォン・オーステンを守るために1301年にこの城塞は周辺のいくつかの所領とともに彼らに移情された。しかし彼らは15世紀以降何の役割も果たしていない。この城は ハドラーの農民たちに占領され、取り壊されたという伝承がある。発掘に基づき、レンパー側の半円形の子いわゆるハウスブルトがその場所であると推測されている。1423年に、ビュルカウは、ケーディンゲン住民と共に、いくつかの領主に対する防衛協定を締結した。ビュルカウは、ケーディンゲンから100人のいてを借りることができた。ビュルカウの4つのキルヒシュピールは、 大きな自由を得た。1500年の朝税部からは、彼らが900リューベックマルクを支払ったことが明らかになっている。暴動は繰り返し制圧された。ビュルカウ地方の土地をめぐる戦いで、1512年頃に戦闘が行われた。鎌や棒で武装した農民たちは、訓練を受け装備の整ったブレーメン大司教、クリストフの軍勢に敗れた。 その後の交渉は1513年からマールドルフで始まり、1514年末になってやっとブックステフーで、での諸公会議に諮られた。4つのキルヒシュピールは、協議された協定に1 5 1 6年にノイハウス上で署名した。キルヒシュピール・ビュルカウは毎年150リューベックマルクと50シェッフェルの大麦を支払うことを義務付けられた。他の3つのキルヒシュピールも、 同じような税を課された。1629年にペストがビュルカウを荒廃させ、63人の命が奪われた。ビュルカウでは古くからレンガが作られていた。最初はアウエレに、その後ハンデルナー運河が建設されるとここに2つのレンガ工場が設けられた。そのうち大きい方の工場は1974年まで存続していた。 ハドラー地域全域でレンガ作りが経済上最も重要であった時代は約1700棟が消失した1842年のハンブルク大化の後の復興期であった。1717年最悪の高潮がビュルカウに押し寄せた。このクリスマスの高潮で41人が死亡した。また76棟の家屋や付属建造物が破壊された。 1718年2月25日、26日の新たな高潮がさらなる被害を及ぼした。1720年のこの町には24戸が存在するだけであった。1824年にはダムが作られていたが、水を放出することはできなかった。ビュールカウの最も低い部分は浸水した。これはゲイストからバルク湖を経由して流れてきた水であった。 1927年は極端に、降水量の多い夏で、ビュルカウや、オッペルンの多くの部分が浸水した。1951年には、ハドラージートラントで、洪水があり、用水施設が故障した。1962年にハンブルクとエルベ川川口域の堤防が破壊された。被害を受けた人はいなかった。1976年には、 雪害後の雪解け水を免れることができなかった。ビュルカウト・オペルンの最も低い部分は水に浸かった。1932年にアムト・ノイハウスは廃止された。ビュルカウはラント・ハーデルンに含まれるとされ、ラント・ハーデルン軍に編入された。ビュルカウト・オーベルンドルフは、1970年1月1日からザムト・ゲマインデ・アムド・プロックに編入された。 1977年8月1日にランとハーデルン軍、ベーザーミュンデ軍、軍独立市のクックスハーフェンが統合され、クックスハーフェン軍が成立した。2005年に環境大臣ハンス・ファインリッヒ・ザンダーはバイオイコールオイル製造のパイロット施設として、世界初の熱分解施設をビュルカウに完成させた。この村は新しい遊歩道、自転車道、街灯や、 緑地施設によってとても美しくなった。2003年9月、公民館としてビュルガーフスが建設された。消防団やドイツ赤十字社がここにスペースを有している。2007年に消防団のハーデルン消防分隊のコンテストが行われた。ビュルカウの町議会は9人の議員で構成されている。これは人口501人から1000人のザムトゲマインデに属す。 町村の議員定数である。9人の議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のマンフレーット・シュミッツを人気中の名誉職の町長に選出した。図柄左右に分割。向かって、左は上下に10分割され黒と金色が入れ替わる地に斜めに配置された緑色のラウテンクランズ。向かって、右は赤字に、 銀色の鍵が中央の分割線から半分だけ現れている。解説、紋章学上、向かって左側のデザインはザクセンラウエンブルク校の典型的な配色である。この紋章は、ランとハーデルーンとブレーメン大司教領への貴族の変遷を表している。ビュルガーフス集落の公民館、ビュルガーフスは特に式典などの住民の交流の場となっている。 先霊者聖ヨハネ教会福音主義イコールルター派のかつてはゴシック様式だった単老式教会、先霊者聖ヨハネ教会は中世に建造された。この教会は1701年に一部は古い部分も活用して新たにレンガの丸アーチ窓を設けるなど改築が行われた。西の首労は1600年頃に建設された。 金は1404年に製造されたものである。ビュルカウは裕福な教区とされている。約46ヘクタールの管区と、教会運営のための教会の土地約6ヘクタールが、この教区に属している。教会裏の古い牧師館は、戦前に建てられた。天井の高いこの牧師館には、現在牧師は、住んでおらず、町のコミュニティセンターに改築されている。このため、 1967年、68年に、ビュールカウの牧師のための一戸建て住宅が建設された。ビュールカウには、ベースとミルヒあるいは、ビストミルヒから作られる二つの料理がある。ハードラー・オルトはかつて、農業と馬の飼育が中心の村であった。現在もわずかな小規模営農者が副業として、農業を行っているほか、いくつかの大規模営業者が農業を営んでいる。 大規模農場のほとんどは乾燥した土壌のノルダーエンデからシュプレンゲに位置している。住民の多くはハンブルクやブレーメンといった大都市で食を見つけ1 0 0トルほどの距離を通勤している。ビュルカウの馬牧場ハーデルギアビュルカウの馬の飼育者は成功している。世界で最も成功した障害用競争馬の一頭であるイスター。 2008年北京オリンピック及び2012年ドンドンオリンピックの総合馬術で優勝したブッツレオンとブッツアプラックサがこの街の聖火である。ビュルカウは連邦道 B73 号ハンブルククックスハーフェン線の南西に位置している。バス交通は特に通学の足として整備されている。郵便の他に乗客も乗せた最初のバスは1924年に開通した。 オーステンへは1939年に最初の通学用バスが運行された。1955年頃には、オッテルンドルフへ1日4便、カーデンベルゲーへ3便、ラムシュテットへ1便が運行された。現在は、路線バス1837号、61号、62号が、オッテルンドルフ、ノイハウス、ビングスト、カーデンベルゲーへ1日便運行している。 最寄りの鉄道の駅は、オッテルンドルーフ及びカーデンベルゲにあるハンブルクからクックスハーフェンへ向かう、ニーダーエルベ鉄道の駅である。この町には3校の学校があった。現在は、ノイハウスに基礎家庭学校がある。その他の学校は、カーデンベルゲに本家庭学校及び実家学校が、オッテルンドルーフにギムナジウムと養護学校がある。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。